それでは皆様大変長らくお待たせいたしました。ただいまより羽生結弦選手2連覇おめでとうパレード記者会見を開催いたします。本記者会見は15時までの実施となりますので、あらかじめご了承ください。司会は私中村香織が担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ羽生選手、パレードお疲れ様でした。ここからは記者会見でございます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それではここからは幹事局様にお願いいたします。では幹事の NHK から質問をまず2つさせていただきます。はい、多くの人が今日のパレードを待ちわびていたと思います。羽生選手、本日どのような思いでパレードに臨んだのか、またパレードを終えて今どのようなお気持ちか伺わせてください。はい、自分自身の、企画した、プロデュースしたアイスショーが終わって、それから、1週間ほど少し時間が空いてからパレードだったんですけれども、その間本当にこのパレードが待ち遠しく、そしてやっぱりたくさんの方々が、パレードに来て一目見たいっていうふうに言ってくださってたので、そういった意味で、僕自身もワクワクしながらこの数日を過ごしていました。またこうやって無事にパレードを終えることができ、自分自身やっぱり改めてこの仙台に帰ってきたなっていう気持ちもすごくありましたし、改めてこの今回の金メダルの重みっていうのを感じたところです。では2つ目の質問です。平昌オリンピックの後初の地元凱旋になったと思います。先ほども帰ってきたなという感想ありましたけれども、オリンピックの時も含めてこの地元仙台、そして宮城からの声援というのをどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。平昌オリンピックの時もみんなで応援できるような場を設けていただいたりだとか、そういった中で皆さんが本当に応援してくださってたのを、ニュースや記事などで知って、やっぱりそういう一つ一つの力が自分の背中を押してくださったんだなということを、すごく今回も改めて感じましたし、やっぱり今回まだまだ仙台や、県含めて、復興だとかそういった課題がまだある中で、こうやって、なんていうかな、すごく大規模なパレードを開いてくださったっていうのは、やっぱり僕自身もすごく重く受け止めて、でまた僕自身もその県内市内のみならず、世界中の方々に、その復興の手助けとなるような、きっかけとなるような行動をしていけるように心がけなくてはいけないなというふうにも思いました。ありがとうございます。それでは他のメディアの皆様からご質問を受け付けたいと思います。ご質問がある方は挙手の上、御社名とお名前をお願いいたします。質疑応答に関しては時間の限りもございますので、一社一問とさせていただきます。また本日のパレードに関する質問のみを受け付けますので、それ以外の質問はご遠慮ください。それでは挙手をお願いいたします。それでは前から2列目のベージュのジャケットを着た女性の方、お願いいたします。仙台放送プライムニュースの寺田沢子です。羽生選手、本当にお帰りなさい。今日はパレードカーからたくさんの方々の声援が羽生選手に送られたと思いますが、どんな声、そして、何が見えましたでしょうか。そうですね、やっぱり僕の方から見ていると、なんかいろんな目というか、皆さんがやっぱり一人、僕自身一人だけに注目してくださっているので、そのあったかい目とか、おめでとうっていうような声だとか、そういったものがすごく自分の心に
また脳裏に焼き付いたなっていうふうに思っています。多分これは、地元だからこその光景だったと思いますし、これは自分にしか味わえない、光景だったし、自分にしか味わえないこの気持ちの量だったり質だったりだったと思うので、まあなんか、まあ、地元にいるからこそそういったものをもっとしっかり、しっかりと心の中に持ち続けてこれからも過ごしていきたいなって思える瞬間でした。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次の方お願いいたします。ではその後ろ3列目の、紺色のジャケットの方お願いいたします。宮城テレビの鈴木です。今日はお疲れ様でした。そしてお帰りなさい。羽生選手は滑っている最中もお客さんの表情が見えるというお話を伺ったことがあります。パレードの最中もそういった一人の方が見えているのか、そして知り合いのお顔なんかも見つけることができたのか伺いたいと思います。もちろん一人一人の顔を見るように努力していましたし、まあ、歓声だとかまたおめでとうっていった声は直接耳に入ってくるわけですけど、一人一人の声を判別できるわけじゃないので、そこはちょっと不確かかなって思います。ただこうやって今自分が世界を舞台にして戦っていく中で、やっぱり地元の放送局の方とか昔取材してくださった方とか、もちろん全国で世界で戦っている中でもずっと一緒に一緒にっていうかずっと取材してくださる方もいらっしゃるんですけど、でもやっぱり地元の放送局の方とかは本当に懐かしいなって思える瞬間でした。はい、ボーバンデスさんもいたしね、仙台放送のニュースの方も今いらっしゃるし、やっぱり自分がこうやっていろいろな舞台で戦うようになって、そのローカルな地元の局の、取材だとかそういうなんか単独の仕事っていうのをできなくなってきて本当に申し訳ないなって思うのと同時に、やっぱりそういうところにもしっかり見ているよっていうのはちょっと変なんですけれども、しっかりちゃんと自分の中に残っていて、そういったものが今ここでこうやって金メダルを下げてるっていう自分につながってるんだなってすごく思うので、まあ地元だからこそ市内で県内だからこそ、思える気持ちっていうのはすごく大きなものがありました。はい、ありがとうございます。それでは次の方、はい、真ん中の後ろで手を挙げている男性の方お願いいたします。日本テレビの山本裕之です。改めまして2連覇おめでとうございます。ありがとうございます。今回は12万人と見込まれている中で4年前との変化と景色の変化というのはあったでしょうか。またその中にも羽生選手を目指して頑張る子どもたちも多くいます。そういった子どもたちに伝えたいことメッセージなどはありますでしょうか。お願いします。4年前との違いということはあまり考えなかったです。ただひたすら今のこの瞬間が全てだと思いましたし、この瞬間にありがとうっていうことを伝えたいなという気持ちでいっぱいでした。またこうやって、パレードの車で、まあ、移動していくときにやはり小さいお子さんとか、また親子で一緒に手振ってくれてたり、またなんかなんて言うんだろう、肩車とかして応援してくれてたりっていう方、子供たちも見えたんですけど、僕は今こうやって夢が叶った立場としていろんなお話をさせていただいてますし、まあ、実際自分の首にも自分がずっと夢に描いていたものが、首にかかっていますし、そういった意味では夢っていうのはすごく自分にとって今幸せ、夢が叶って幸せっていう状況だとは思います。ただその夢が叶うまでの過程っていうのは、本当にいろいろ多分辛いこともあるし、それプラスやっぱりそれを乗り越えられるだけの楽しいこととか幸せなことがあるので、でもそれって一瞬たりとも同じことってなくて、絶対に
1回限りのものだと思うので、なんか全ての瞬間を大切にしてほしいなっていうふうに思いました。まあ、今回今日のパレードの時間がその子たちにとってどういう時間だったか分かんないんですけど、いつかその子たちがこうやって自分単独でパレードできるぐらいの夢を叶えてもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。それでは続いての方は、後ろの女性の方お願いいたします。内田玲奈です。フジテレビ内田玲奈です。羽生選手パレードお疲れ様でした。ありがとうございます。金メダルの重みを今日はすごく感じたとおっしゃってましたけれども、平昌オリンピックで連覇が決まった後感じたその実感というのと、このようにここ仙台で2度目のパレードを終えた後の実感、やはり金メダルの重み、どのようなところが具体的に感じられたのか教えてください。そうですね、実際帰ってきて、帰ってきてっていうか、メダルセレモニーが終わって、ピョンチャンのメダルセレモニーが終わって首にかけていただいて、そういった時もやっぱり金メダルの重みっていうのはすごく感じましたけれども、それは何か自分がやりきった、自分の夢を叶え切ったっていうような感じだったんですか。今回はどちらかというと皆さんの期待をちゃんと背負えたかなって、受け止めきれたかなっていうふうに思った瞬間でした。なのでなんというか、ソチオリンピックの時ってもっと、未来にもっと目が向いていて、この金メダルからまた次の金メダルへまた走っていくんだっていう気持ちでずっといたんですけど、今回はどちらかというとちゃんと取りたかったものが取れたっていう気持ちで今いるので、そういった意味では、皆さんの応援をちゃんと受け止めきれて、ちゃんと皆さんの応援が詰まった金メダルをかけているんだなという実感が今あります。はい、ありがとうございます。それでは続いて後ろの女性の方お願いいたします。テレビ東京の福田典子です。本日はお疲れ様でした。ありがとうございます。パレードの途中で生命の決めポーズを披露してくださった瞬間があったと思うんですが、あの瞬間わっとより大きな声援と拍手が送られていました。あの瞬間はどのような思いでポーズを披露してくださったんでしょうか。なんか内輪とかで決めポーズしてって書かれてるものがあって何をしたらいいんだろうってすごい思って、でも一番やった時に見てほしいなって思ったのは、近くの方には多分ありがとうっていう声は届くかなって思ったし、自分の目線とかも、届くかなって思ったんですけれども、やっぱ遠くで見ている方とか、もちろんその通り沿いっていうんですかね、交差点とかの時に本当に奥の奥の方まで、皆さん待ってくれて、すごく大きな声で声援を送ってくれましたし、また手をすごく振ってくれてたので、そういう方々に届けばいいなっていう気持ちでやらせていただきました。ありがとうございます。それでは、前から2番目の白いお洋服を着た女性の方お願いいたします。スポーツブルの、記者の鈴木と申します。2連覇おめでとうございます。羽生選手に、質問なんですが、今日の仙台市内では多くのボランティアさんだったり、駅の売店のスタッフさんまでも今日はゆずるくんの日だからとみんな口を揃えて、ゆずるくんの日だ、ゆずるくんの日だというふうに話していました。今日の日を支えてくれた方、そして、今日のゆずるくんの日を、仙台で過ごしている方たち全ての方に、羽生選手から一言率直なメッセージをいただけませんでしょうか。パレードをしていただいている最中も、それぞれの店舗で、わざわざそのポスターを掲げてくださったりとか、わざわざそのプリントして弾幕って言ったらいいのかな、いろんな言葉を書いてくださったり、それを
自分に見えるように飾ってくださったりっていうことがすごく多いなっていうふうに思いましたし、またその店舗内から、パレードを見ようとしてくださってる方もたくさんいらっしゃったし、そういったことで、うん、なんていうかな、すごく嬉しかったし、あとはまあ、僕の中ではこれはすごくありがとうって言いたい日だなっていうふうに思っていたんですけれども、まあ、ニュースとかでも見ましたけれども、その、まあ、商業の方も在庫を増やしたりとか仕入れる量を増やしたりとか、そういったことでちょっとでも仙台や県内の企業さん方にもお金が回り、それが少しでも復興の、一助になればなというふうにも思っています。はい、ありがとうございます。それでは続いて、前の男性の方お願いいたします。家屋新報の佐藤です。今日はお米を4年分贈呈されたりだとか、あと、まあ、仙台の集まったファンの方たちも、まあ、4年後についても楽しみにしている方多いと思うんですけども、改めてその地元でファンの方の声援聞いて4年後北京に向けた思い、新たな思いとか、気持ちの変化とかあれば教えてください。実際に僕は、ソチオリンピックの前まで、ソチオリンピックの2年前まで、この仙台でずっとスケートを続けることができたんですけれども、世界のトップを目指すということに関して言えば、仙台だけじゃなくて県内、そして東北全体的にそのフィギュアスケートを、本気でやって、そして世界のトップを狙えるような設備っていうのは整ってないなっていうのは思っています。だからこそこうやってカナダに拠点を移して、最終的にこうやってまた金メダルをかけて戻ってくることができたんだと思うんですけれども、僕が何て言うんだろう、僕が仙台でスケートを続けられるようになったのは、荒川さんがトリノオリンピックで優勝して、それで、リンクアイスリンクへの補助金とか支援をしてくださったから、僕は仙台でスケートを続けることができ、そして最終的にはカナダに行くことができ、こうやってパレードを開いていただけるようになりました。だから僕がまたそういう存在になれたらいいなってすごく思ってますし、実際仙台の子どもたちとか、もちろん東北の子どもたちも含めて、スケート以外でもスポーツの面で、僕が言えるのは多分スポーツのことなんで、スポーツの面で多分施設とかそういうので苦しんでいる方もたくさんいらっしゃると思います。そういった、苦しい方々にもちょっとした笑顔になれるきっかけだったり、また、そういった支援をしてくださっている企業の方々も含めて、市や県も含めてちょっとでもスポーツが発展するきっかけになったらなというふうにも思っています。すごい尻滅裂になっちゃうけど、なんて言えばいいのかな、仙台の方のその声援とか歓声っていうのは僕にとってすごくなんか地元だなっていうふうに感じられる瞬間だし、それを感じられることができたのはやっぱり仙台で練習している時だったからこそなんですね。だからこそこの仙台でまた練習したいなって、スケートをしていきたいなっていうふうに思うことも今回ありましたし、またそういう設備が整わなきゃいけないっていう現実もまた改めて感じました。なのでちょっとでも、こういったことをきっかけに進んでもらえたら嬉しいなっていうふうには思っています。はい、ありがとうございます。では続いて後ろから2番目ぐらいでしょうか、手を挙げていらっしゃる女性の方お願いいたします。アリ TV の浜と申します。今日は仙台に帰ってきてくださって本当にありがとうございました。
昨日から海外のお客さんもたくさんいらしていたと思うんですが、海外の方へのメッセージ、遠くから来てくださった方へのメッセージと改めて東北仙台の魅力を、羽生さんの口から伝えてください。はいまずは仙台だと、まあ、僕自身カナダに拠点を移して、まあ、カナダに飛行機で行くときなんかはやはり東京を経由していくことになるので、そういった東京とか大阪とかそういった都市部、都心と比べてみて仙台っていうのはやっぱりすごく都会だなって思うところもありつつ、その中にすごく緑が共存していて、そういったところは仙台にしかない空気感だと思いますし、また、なんていうかな、仙台だからこそ感じられる、あったかさとか、なんていうんだろうな、空気の良さとか、そういったものも感じられると思うので、ぜひ、感じていただきたいなって思うのと、また東北全体に関して、まあ、仙台ももちろんそうなんですけれども、関して言えばまだまだ復興で、復興が足止め状態になっているところもあるんですけれども、まあ、そういったところもやっぱり、足を運んでほしいっていうふうに言ってくださっている方もいらっしゃいますし、もちろん古い建物とか、津波で流されてしまったものとかたくさんあるかもしれないんですけれども、それをきっかけにまた新しく復活している施設とか、新しくなった駅とかそういったものもあるので、ぜひその、立ち上がっているところ、もちろん作り続けているところも見てほしいと思うんですけれども、実際に立ち上がってもう新しくなった街っていうものもあるので、そういったところもまた見て、あ、こんな綺麗になったんだなっていうふうに思ってもらいたいなっていうのもあります。はい、ありがとうございます。それでは次の質問で最後としたいと思います。前から3列目のネクタイをつけた男性の方、お願いいたします。私は、古川学園高校新聞部から来た山本と言います。本日はよろしくお願いします。お願いします。この度のオリンピックで金メダルを取るという夢を実現させた羽生選手は、これから大人になる私たち高校生にとっては目標とすべき存在です。そんな私たち高校生に、これから夢を実現させるためにはどうすればいいか、夢を叶えるために一番必要なことは何か、さまざまなことに対してどんな心構えで臨めばいいかということについてアドバイスをいただければと思います。はい、僕の中で夢っていうのは全て叶うものだとは思っていなくて、きっと夢を叶えるためにはいろんなものを犠牲にしたり、自分がしたいことだったり、自分がしたいことをできなかったり、自分がしたくないことをやらなきゃいけなかったり、そういった時間がきっとあるんだと思います。ただそれをやり続けているからこそ、その夢が叶った時に味わえる達成感だとか、そういったものってきっとものすごいものだと思うので、もちろんちっちゃい夢を一つ一つ積み上げていって、その達成感が原動力になればいいなというふうにも思いますし、また自分が人生をかけて、また自分の学校生活をかけて掲げている大きな目標に関しては、それだけに集中することでそれが叶った時の喜びというものもものすごく大きなものになるので、ぜひその何も恐れずにかけることをしてほしいなって思っています。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。最後にエールまでいただきましたね。ありがとうございます。それではお時間となりましたので、以上をもちまして記者会見を終了とさせていただきます。
本日はお忙しい中のご来場誠にありがとうございました。ありがとうございます。羽生選手どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。また後ほどこちらの会場にて羽生結弦選手2連覇おめでとうパレード実行委員会の会長伊藤の